皆さんこんにちは。今回は鬼滅の刃刀鍛冶の里編8話視聴者の反応をご紹介します。皆さんの感想もコメントで教えてね。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、レッツゴー。無一郎が母親を温めようととっさに抱きついたり、雄一郎がきつい態度で無関心装ってたけど、限界が来たりと余裕のなさがすごい回想だった。そういえばこの時の雄一郎って何してたんだっけ？さすがに見捨てたりはしてないはずなんだけど。書かれてないけど家のことしてたんじゃないだろうか？どれだけ母さんや父さんが心配でも自分たちが生きるためのことをやらないといけない。無一郎の記憶にないだけで看病してたんじゃないかな。布団の横にいろいろ置いてたし。不明だけど雄一郎は家事できるから母親の代わりに食事作ったり、父親が帰ってこないか外に様子見に行ったりしてそう。ってことは死んだ親父を先に発見したのは雄一郎かもしれないのか。そして母親の最後を見取ったのが無一郎だったら辛いな。11そこらの子がお父さんの遺体を持って帰るの辛かっただろうな。10歳って乱太郎きり丸しんべヱと同い年なんだなと思うと、雄一郎マジで頑張ったんやなって。無一郎も心細くても強く生きたんやなって。多分嵐の中母親が息を引き取るのを見てるしかなくて、ようやく嵐が過ぎたから父親を探しに行ったら崖から落ちて死んでて、どうにか遺体を連れ帰って墓を作ったら悲しむ間もなく、10歳の子供だけで助けもなく生きていかなきゃいけない。心の余裕なんかなくなるよな。雄一郎くんの絶叫に近い切れ散らかし方に、そんなに言わなくてもと思ってたら、あんなに止めたのに、でああってなってしまう。雄一郎のあんなに止めたのにがきっと両親が亡くなるより前からずっと余裕なんてなかったのが爆発したってのが、原作で読んだ時以上に心に迫ってきて辛くなった。残った弟を守りたい不器用な長男だったな。炭治郎もサネミもカナエさんもやり方は違うが、弟や妹守るために必死だったんだよな。なんか鍛冶師の里襲いに来て柱と戦ったと思ったら、勝手に集中力バトル始めた上弦がいた。お前もう上弦降りろ。ここはさすがに笑った。お前ほんといい加減にしろよ。こんは唯一ギャグシーンで草。ここ好き。ここギャグシーンにしか見えねえよ。ニッコニコで笑う。ハンテングはぎょっこに切れても許されるよ。かわいい。現場猫なんでよしって言ったんですか。無残イラ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 。今回お辛かったからお前だけが癒しだったよ。ぎょっこが相変わらずで草生えた。どんな状況にあっても芸術家の矜持を優先するぎょっこさん好きです。鋼塚さんの邪魔に執念燃やすのに熱心な奴が芸術家の矜持なんて持ってるわけない。挙句の果てに金森さんにも手を出そうとしたからね。あの鋼塚さんが、刀鍛冶仲間がそばでキョロされたら手を止めるような人だと思ったのか。本来の目的も忘れて刀鍛冶の仕事を邪魔することにこんなに必死になってるあたり、自尊心ばっか優先して芸術家の矜持もクソもねえだろって話だよなこいつ。上弦のくせに人間相手にムキになってて可愛いと思って見てたけど、同時にクソやなぁとも思ってる。対抗して隣で壺量産するとかならともかく、仕事の邪魔ばかりするような奴は芸術家と名乗れないねぇ。ぎょっこ、あれだけ邪魔しといて刀研ぎを再開した鋼塚さんにドン引くの、お前ほんとそういうところだぞって感じ。多分だけど金森さんをおとりにしても蛍ちゃんは刀研ぎ続けたと思うよ。無惨様からの情報かっこはザ炭治郎結構トラウマより一と混ざってて笑った。鉄井戸さんの BGM なしの回想シーンからぎょっことの戦闘シーンで一気に上げてくの本当に最高だった。あの、贅沢は言いません。最後の作画解放無一郎 VS ぎょっこをもう5分だけ追加してください。来週を待つんだ。戦闘シーンは短かったがめちゃめちゃ良かったな。雄一郎も、たった一人の家族の弟を守るのでいっぱいいっぱいだったんだな。雄一郎が無一郎を守りたい気持ちはすごいわかるんだけど、それでも守るために優しくできる余裕すらなくなるのが辛かった。鬼が出てきてから急にホラーだった。鬼の現れ方がホラーだった。心臓に悪い。いきなり脈絡なくとのところに立っていたのほんとホラーだったよな。無音でいきなり鬼が出たの結構ビビった。
遊郭からの上限ラッシュで忘れがちだけど、一般人からすれば普通の鬼でもこの上ないほど脅威ってことを再確認させてくれる演出いいな。セミの音を徐々に高めて緊張感煽ってからの音もなくそこに立ってるシーンは、原作履修済みでもゾッとした。原作ではそこまで感じなかったんだが、夜に鬼がぬるっと家に入ってきてたシーンがゾッとした。めちゃめちゃ怖いです。とにかく背景がすごく綺麗だったな。あの小川めちゃくちゃ綺麗だった。水の流れって癒されるわ。あそこずっと見ていたくなる。本当に自然の景色が綺麗よね。今回は鬼先生ニッコニコになってそう。戦闘シーン短めだったのにこの満足感よ。お辛いシーンの解像度を上げるな。雄一郎の腕が吹っ飛ぶシーン怖すぎなんですけど、この後これもう一回やるんですか？腕の飛び方がリアルに日刊出ててよかった。もっとやってください。あのシーン原作だと2コマなんすけどね。雄一郎が声荒げたり、腕切られて痛い痛いとうめく演技がすごかった。辛い。なんで腕が飛ぶところがありありと描写されたんですかね。これは兄上戦が期待できますね。予行練習。グローナーフするどころか、さらにモルトはこの理白の目をもってしても、もうちょっとバトルシーンの尺を長く、もっと見たい。ソマビトとかオナイギとか、ワニ先生の使う日本語は美しいな。何気にまつげがすごい鉄井戸さん。鉄井戸さんがイケメンだった。いや顔は出てないんだけど、でも絶対イケメンだった。どう考えても若い頃は美形で今もイケジジイでしょこの人ってなった。しかもイケボすぎる。鉄井戸さんがしっかりかっこよくてよかった。渋くて好きなんよ。鉄井戸さんいいよね。セリフが素敵で好き。キャスト見落としたけど、雄一郎の声って無一郎と同じ人？一緒だったよ。雄一郎の CV が同じ川西さんだと知ってびっくりした。違う声優さんが来ると思ってたから。でもよかったよ。記憶を失っている時の無一郎は雄一郎に似てたって表現が好きだったから、川西さん兼役でそれが完璧に表現されてたのに震えたわ。すごすぎる。もしかして同じ声優にしたのはそれを表現するためなのかな。同じ人、兄上とより位置は分けたのにこっちは同じなんだな。あっちはこれから出番がある重要キャラだけど、こっちはほぼ出番ないからね。川西さんと鬼頭兄弟の演じ分けすごかった。本日の MVP。 ありがとう。同じく兄上とより位置声優さんだから違う人来るかと思ってた。川西さん淡々と喋る、まったりボイスしか聞いたことなかったから、雄一郎の演技にびっくり。すごい。戦闘シーンの作画めっちゃ良かったな。霞の呼吸も血気術も迫力あって、短いけどお腹いっぱいになりそう。優しくできるのに余裕が必要なのだろうかって考えてしまう。雄一郎が不器用だっただけだったのはわかるんだけど、優しく接するって難しいことなのだろうか。実際、生活に必要な水も汲んでない雄一郎はとっくに働いている。自分が料理してるそばで人助け人助け人助け、日々の暮らしが成り立たなければお前も俺も死ぬんですけど。理想論で腹は膨れないんですけど。何もしなくても水は自動的に湧いてこないし、切らないと大根も食えないんですけど。って腹が立つのはわかるよ。両親が死にました。お人よしの弟を守らなければなりません。雄一郎もお兄ちゃんとはいえ同じ10、11歳なんだから、いろいろと不安の中、鬼とか呼吸の剣士とか意味わからん話されたら余計きつくなるよね。生きるのに精一杯なのに命がけで他人のために戦ってほしい。されたら切れるのもわかる。自分だけじゃなく弟にも命の危機にさらせだ言われてるからな。そして守りたい弟は乗り気ときたもんだ。そりゃまくし立てるわ。両親があんな死に方して弟と二人ぼっちにされたら、何が人のためだこの野郎って言いたくもなるわな。雄一郎は弟を守るために必死だったんだろうな。必死に止めたのにって叫ぶ雄一郎がな。護衛も付き添いもなしで山を登ってきた天音様、すごくない？無一郎くんの刀すっげー綺麗。ところどころで映る悪鬼滅殺の文字がすごく良かった。剣士たちも恐怖にやられそうな時、あの文字を見て決意を奮い立たせてたんだろうな。ひょっこの水と霞の呼吸って作画的に噛み合うんだな。全体的に透明感があって綺麗だった。そんなシナジー効果が、水の映像綺麗すぎて頭おかしくなる。霞をまとった高速移動が超かっこよかった。霞の呼吸のモーションめちゃかっこいいよな。じわでもう少したっぷり戦闘見れるかな。今週はか弱い無一郎もかっこいい無一郎も見れてお得。ご視聴ありがとうございました。